イスパノイコールアルゼンチンは、乗用車、貨物自動車、航空機、産業機械、武器、公共工事用部品の製造を行っていた、アルゼンチンの自動車及びエンジニアリング企業。ブエノスアイレス特別区のカバジート地区で、車両や武器の製造を行っていた、イスパノイコールアルゼンティナ、ファブリカでオートモビレス SA と、公共事業と金融部門である。 イスパノイコールアルゼンティナ、デオブラスパブリカスイフィナンファスの二つの組織で構成されていた。イスパノエル・レドンド1925年、カルロス・バリエステールは、スペインの車両、航空機メーカーであった、イスパノスイザのブランド名を使用したライセンス契約を締結。契約当初、車両は輸入されており、後に自国製造を行う予定であった。その数年前、 バリエステールと友人であったエウジェーニオ・モリナにより武器製造を行う新工場を新設している。車両と武器の工場を統一するため5000平方メートル規模の新工場をカバジート地区に建設しており、新工場ではイスパノ製乗用車の車両やエンジン、トラックの製造やバスの部品などの製造が行われている。重機メーカーとして著名であったが、 イスパノイコールアルゼンチンは、自国生産した軍民向けトラックの製造、車体開発や産業向けディーゼルエンジンやガソリンエンジンの製造開発に専念しており、閉鎖前の数年間は様々な試作車を製作していた。また、第二次世界大戦の影響により製造が中断される直前まで小型乗用車の製造を行っている。重機製造では、 イスパノイコールアルゼンチン製として、著名な45後継拳銃である、ホフダシサ45、バジェステルモリナに加え、バジェステルモリナの22後継モデルの他に、クリオや拳銃と様々な後継の小銃を製造している。数字は、不明確ではあるが、ホフダシサは10万丁の小銃、及び8万から9万丁の拳銃を生産したと推測されている。 イスパのイコールアルゼンチンは、経済的な理由から1961年に閉鎖している。クリオーリョと命名された、D シリーズディーゼルエンジングランデ66トラック C-4 短期間10イスパの、スイザ H6 に搭載された 6000cc クラスの直列6気筒エンジンを製作している。ありがとうございます。